逃がすな。これまでの礼を知ってやるぜ。一気に踏み潰せ。前進前進、仲間の仇を討て。 AFV 前進。歩兵部隊は AFV を援護。チーム2、右へ展開しろ。チーム3は後方を守れ。死ぬなよ。オーケー、やってやる。始まるぜ。任せておけ。射撃準備よし。射程に入って一発で仕留めて。残存するエイリアン残りわずかです。エイリアンが吠えているぞ。エイリアンは何をしてやがる。エイリアンが通信しているようです。救援部隊を呼び上がったのか。苦し紛れだ。今さら奴らに何ができる。全滅させろ。エイリアンは仲間と通信していたようです。援軍を呼んだ恐れがあります。警戒してください。黒い点が見える。何かが空を飛んでるぞ。飛行物体を確認。正体は不明。何でしょうこれは。そんな、こんなことが。あれは鳥だ。羽ばたいてるぞ。確かに羽がある。おい見ろ、エイリアンだ。羽のあるエイリアンが来るぞ。エイリアンが飛んでる。攻撃を許可する。撃て。ガンガン攻撃しろ。じゃあ俺がやる。敵が速すぎる。戦車砲はダメだ。よく狙え。素早いぞ。データの収集が必要です。交戦してください。そうせざるを得ない。逃げ切るのは不可能だ。クソ。チームを投入する。フェンサー、ダイバー、援護に向かえ。常に向かっている。こっちもだ。飛行物体多数。これはどうだ。こんなとこ。こちらスカウト、多数の飛行物体を確認。何かが空を飛んでると。まただ、また来やがった。激しい戦いになりそうだぜ。俺が一番多く倒す。敵に近づくぞ。安全装置解除。昨日言ったこと覚えてるよな。必ず生き残ってやるぜ。頼りにしてください。敵の位置を確認しろ。さあ、やった。敵
撃を撃って飲み込まれそうな仲間を助けろ。こちらの装置とキャント作戦エリアに侵入する。宇宙船なら負けはしない。効果座標を確認。調子に乗りすぎたか。各員、敵を攻撃しろ。本当に備える。さあ、やった。交戦準備できています。了解だ。まだ有効範囲だ。もう、めちゃくちゃだぞ。回収班、急いでください。簡単に言うな。システムは正常、戦闘可能です。うまい。射撃の準備できています。時が来た。ダイバー、戦術的の気配を感じ取れ。了解。空からの攻撃を受けてみなさい。敵の気配を感じ取れ。了解。回収班を向かわせました。生物のサンプルを採集します。部隊は直ちに撤収してください。任務を果たすぞ。ありがとう。
作戦開始だ。インドでのマザーシップ攻撃作戦は失敗、多数の航空戦力を失う結果となりました。航空機に頼りすぎるからだ。これだけの文明差がある。奴らの想定しない攻撃、勝ち目はそれだけだ。シールドベアラー多数確認。敵はシールドベアラーを配置して船の直下を防衛しています。やはりマザーシップの弱点は下か。まず周囲の敵を排除する。シールドベアラーを破壊しろ。シールドの中にエイリアンがいるぞ。こちらスカウト、マザーシップが砲台を展開しています。でも食らいやがれ。砲台が光ってるぞ。退避退避。危ない、建物に隠れろ。戦闘を続行しろ。マザーシップは後だ。周囲の敵を殲滅しろ。周囲の敵を排除しろ。
勝てると思うか。なるほどな。ゴゴ EDF EDF スイー足だったよ。あれはミルジュ敵の気配です。戦闘準備できています。タンタン左右を確認しろ。よっしゃ。次は俺に任せてください。戦闘中の部隊を援護します。前進します。出過ぎるな。敵砲台の餌食になるぞ。上官の命令に従っておけば間違いない。話題を変えていいか。敵が来ます。プラズマドライブ出力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 プラズマドライブ出力上昇。グリムリーパー突入する。マザーシップからドローン出現。タイプ2ドローンです。になりそうだぜ。ドローンが新型のドローンが来るぞ。避難しなさい。負傷者が移動。ドローンの拡散を許すわけにはいかない。全て撃墜しろ。
戦場で何度も会うやつが少ない。大抵はすぐに死ぬ。敵の気配です。震えが止まらないのか。そうじゃない。戦闘に構えろ。さあ、イエスさん。まず生き残ってやるぜ。スピアの後ろしろ。イエスさん。射撃準備用意。イエスさん。死ぬなよ。気弾します。傷を見せろ。死ぬわけにはいかない。射程に入ったら一発で仕留めてやる。死ぬわけ。戦闘態勢かよ。さあ、早く交戦しましょう。俺が一番多く倒す。射程に入りしたい攻撃だ。よし。シールドベアラーの数が多すぎるぞ。俺が一番多く倒す。戦闘準備。次は俺に任せてください。レバーが近いぜ。必ず生き残ってやるぜ。やった！いただきます！
シップを攻撃するぞ。マザーシップからドローンが出現しています。ドローンを攻撃しろ。マザーシップ上昇を開始。こちら輸送機再度作戦エリアに侵入する。ドローンを全て撃墜しろ。マザーシップは下方向からの攻撃を嫌う。いつか必ずチャンスは来るはずだ。敵に明日は来ない。俺たちがいるからな。やった。後悔してないか。外れだ。
力を合わせる。テレポーションシップが投下しているのはガンマ型です。周囲に気を取る。さあイエスサー、よろしくお願いします。安全装置を外せ。こいつら弱そうだぞ。あの怪物は侵略生物ガンマだ。十分に注意しろ。射程に入り次第攻撃します。ありがとう。転がってくるぞ。はえー、ヒット。グッジョブだ。じゃお前も撃て。ガンマ型は脅威です。早急にテレポーションシップを破壊する必要があります。安心しろ、俺が無事に返してやる。さあ頑張ろう。待てよ、サタギラだ。敵戦撃沈。武将隊いるぞ。ジャストミー。敵戦2ちゃう。近いぞ、まもなく戦闘になる。戦術は不可解だ。人類がこれまで持ちこたえられたのはエイリアンが核のような広域破壊兵器を使わなかったからに過ぎない。彼らほどの文明があれば人類を一撃で吹き飛ばすことも可能だったはずだ。エイリアンは地球を汚染しようとは考えていないようです。怪物の体液には未知の微生物が含まれていました。怪物が死ぬたびに体液が流出し、地球上に微生物を拡散させています。そして微生物には土壌や大気中の汚染物質を分解する力があるのです。環境を浄化するということか。推測に過ぎませんが、怪物は微生物を培養するために生み出されているのかもしれません。
つまり人間を襲って繁殖し、多くの微生物を地球上に撒き散らす、それが怪物の役割か。エイリアンは地球を作り変えようとしています。お前を守るように。テレポーションシップが投下しているのはガンマ型です。やはやはやや、こいつら弱そうだぞ。あの怪物は侵略生物ガンマだ。十分に注意しろ。ガンマ型は脅威です。早急にテレポーションシップを破壊する必要があります。待ってたぜ。マガジンを交換する。故障か。すいませんだろ。ルーサするな。気軽を引け。やめろ。当たった。次だ。うまい。射程に入って、ブルエンが止まらないのか。あとで覚える。敵戦撃沈。もうすぐ戦闘になるぞ。敵戦に死ぬなよ。もうすぐ戦闘になるぞ。戦術は不可解だ。人類がこれまで持ちこたえられたのは、エイリアンが核のような広域破壊兵器を使わなかったからに過ぎない。彼らほどの文明があれば、人類を一撃で吹き飛ばすことも可能だったはずだ。エイリアンは地球を汚染しようとは考えていないようです。注意しろ。敵が怪物の体液には未知の微生物が含まれていました。怪物が死ぬたびに体液が流出し、地球上に微生物を拡散させています。そして微生物には土壌や大気中の汚染物質を分解する力があるのです。環境を浄化するということか。推測に過ぎませんが、怪物は微生物を培養するために生み出されているのかもしれません。つまり人間を襲って繁殖し、
多くの微生物を地球上に撒き散らす。それが怪物の役割か。エイリアンは地球を作り変えようとしています。We'll be right back.